沙汰峠の戦いは、戦国時代の1568年12月から翌月にかけて、駿河国沙汰峠において、武田信玄の軍勢と今川氏真、北条氏政の軍勢との間で2度にわたって行われた合戦である。現在の沙汰峠からの長母 A61 年12月12日から翌日にかけて行われた戦いを第一次合戦と称する。 桶狭間の戦いで、今川義元が織田信長に撃たれた後、今川氏真は家督を継承したが、長年の今川氏の両国支配から、三河の松平元康が離反した。この状況を見た会の武田信玄は、長年維持してきた、交渉、春三国同盟を破棄し今川領である駿河を、併合して、海への出口を確保する方針に転換、徳川家康と、 密かに約束を結びするがとう未と領国の境界となっていた大井川を境として、武田、徳川領氏が今川領を分割することとした。A61 年12月6日、武田信玄は甲府を出発し、6日後には、駿河国伊原軍内房にまで達した。この知らせに驚いた、今川氏真は直ちに、伊予原忠種に1万5千の兵を率いて、 サッ峠で迎え撃つように命じ、自らも清見寺に陣を構えた。さらに自らの岐阜でもある相模の北条宇治安にも死者を発し、直ちに出陣して、信玄の背後をつくように要請した。宇治ザは武田軍が今川市の本拠地である春府を攻めるには、サッ峠を経由するほかなく、ここを固めて迎撃していれば、必ず、 北条氏の援軍と挟み撃ちにできると読んでいたのである。12日より、峠の東側で戦いが始まり、今川軍はよく峠を守った。しかし武田方、あるいは徳川方は、重心級にも内通を呼びかけており、朝日奈市、桂山市など21名が、密かに武田方に内通する姿勢を見せた。13日には、身の危険を感じた今川氏真は、 清見寺を脱出して、駿府の今川間に逃れ、駿府の北西にある爪城静山城に、牢城しようとした。だが、宇治真の撤退が最前線に伝わると総崩れを起こし、これを追いかける形で、武田軍は、去っ田峠を突破、その日のうちに、駿府に突入した。武田軍の先鋒であった、馬場信春は直ちに静山城を占拠して、今川軍の退路を断った。 このため、今川氏真の計画は破綻し、やむなく重心で、まだなお、今川氏に従っていた、朝比奈康康がいる東東美の掛川城に向かって、落ち延びることになった。この時、北条氏康の娘であった、氏真の正室早川殿は乗り物を得られず徒歩で、駿府から脱出したという。かくして、今川氏の本拠地であった、春府はついたち持たずに陥落することとなった。 ババ・ノブハルは、駿府の町と今川館を焼き払って廃墟にした。実は、武田信玄からは、今川館には、今川次第代の貴重な宝物があるために火をかけてはならないと命じられていたが、ノブハルは、あえて、これらの宝物ごと焼き払ったのである。その後、そのことを追求されたノブハルは、武田氏は、今川の財宝が目当てで、宗婦を攻めたと思われては直れであると開き直り、 信玄もこれを領としたと言われている。一方、相模の北条氏康は、今川氏真の要請を受けて、出陣の準備を整えていたが、整わないうちに、駿府が陥落したという法が入った。まな娘の早川殿が乗り物にも乗れずに、徒歩で脱出したという法を受けた氏康は激しく、憤慨し、後に、越後の上杉謙信に対して、 この近たじけな注ぎがたくこうと書状を送っている。A62 年1月18日から同年4月20日にかけて行われた戦いを第二次合戦と称する。北条氏康は着難である北条氏政に命じて4万5千の兵を率いて小田原城を出発させ年が変わった A62 年1月5日には伊豆山東に入った。氏政は伊豆水軍を 掛川城に派遣して、援軍を送らせ、自身は陸路駿府に向かった。これを知った、武田軍は、先の今川軍と同様に1万8000の兵で、去った峠を固め、両軍が睨み合う形となった。武田信玄は、日立の佐竹義重や下雄佐の柳田誠介などに、北条領攻撃を要請し、一方、今川氏真や北条氏康も、越後の上杉謙信に、 武田領氏などを攻撃するように要請した。2月には武田軍が今川方の大宮城に攻撃を仕掛けたものの、北条の援軍などもあり、敗退。3月には兵糧補給の問題が発生した。両者は本格的な戦いに突入しないままに3ヶ月の間、睨み合いを続けた後、4月、武田信玄は穴山信君を、 江尻城に残して、海に兵を撤退させた。その後、北条宇治政もいくつかの城を参加に収めた後、相模に兵を撤退させ、徳川方との交渉を開始する。武田氏と北条氏の戦いは引き分けに終わったものの、掛川城における徳川家康と今川氏真の牢城戦永 A62 年5月17日北条氏の仲介によって会場となり、 北条氏と徳川氏は同盟交渉を開始。これに対抗して武田方も北条氏を牽制した後に大宮城を攻略し、今川法の勢力を相当するなど、戦況は周辺諸大名を巻き込みながら新たな展開を迎えることになる。ありがとうございます。